エパクト。エパクト、イパクトは、歴法で用いられる言葉。太陽の動きを基本にする、太陽年と、月の満ち欠けを基本にする、太陰年のずれを0から30までの整数値で表したものある。太陽歴に相当する、太陰歴の日付を割り出したり、復活祭の日付の計算に用いられる。語源はギリシャ語で、 よそから付け足された日々を意味するエッパック体平メライ。太陽年、ソーラーイヤーは、太陽が春分天から王道上を移動して、再び春分天に戻ってくるまでの365日、周期である。太陰年、ルナーイヤーは、新月から次の新月までの作望周期を1ヶ月、1作望と考え、その12ヶ月分とする。作望月の長さは、 平均約29.5日なので退院年は29.5日十二か月イコール354日となる。つまり、退院年は太陽年より11日短いのである。太陽年と退院年が同時に始まった場合、太陽年が終わるときに退院年はすでに次の年の11日目になっている。2年経てばその差は22日にまで広がる。このように、 太陰年が太陽年に比べて進みすぎた分をエパクト、つまり次の年から付け足された日数という。地球から見える太陽の位置は常に動き、月も刻々と形を変えているが、エパクトは暦の日に対応するために整数で表す。特にキリスト教においてエパクトは移動祝日である復活祭の日付の計算、コンピュータスに必要な数値であり、 エパクト一覧表、下記参照が作られている。紀元前から用いられたユリウス歴のエパクトでは、3月22日の月齢がその年のエパクトとされた。1582年に発布され20世紀にかけて、世界各国で導入されたグレゴリオ歴では、エパクトは1月1日の月齢に等しくなっている。退陰年の始まりは1日、新月であるから、 1>, 1月1日が1日であれば、太陽年と太陰年は同時スタートを切り、ずれがないためエパクトは例である。例えばエパクト数値14の年は1月1日の時点で太陰年がすでに14日進んでいる状態、つまり1日から14日目、ほぼ満月まで進んでしまっている状態である。この1日から何日目に相当するのが月齢である。月齢は 1>, 1日の瞬間からの経過時間を日の単位で表現したものなので、その年のエパクト数値は1月1日の月齢に等しいということが出る。ただし月齢は小数点まで表すので、エパクトと等しいのは整数部分のみである。エパクト数値が30を超えるのは、太陽年と太陰年の累積したずれが30日以上ある状態である。太陰太陽歴では、 この累積した30日でウルズを作って、退院年に加え、エパクト数値を30減らす。太陽年の潤い日は、エパクトの計算には含まない。潤い日を、その時期の昨望月に付け加えて退院月を29日から30日、または30日から31日に増やすだけである。太陽年と退院年の日付の差は変わらず、よって、エパクトの数値は変わらない。 紀元前433年に、数学者メトンは、太陽年の19年分が昨晩月235、か月分にほぼ等しい、注意、一致はしないというメトン周期を発見した。周期内のウルー日が4日であれば、計6939日、5日なら、計6940日という19年、周期である。19年ごとに太陽年と太陰年が、 同時スタートを切るのだから、エパクト数値は19年分を繰り返し続ければ、いいように思われる。しかし1回のメトン周期で累積する、エパクト総数は1119イコール209、1年あたり11日の、ずれが19年分。209モッド30イコール29で割り切れず29余っている。そこで周期の終わりに、エパクト21を加算し、 もっと30イコール0の状態にしてから再び1周期を始めなければならない。この周期最後のエパクト加算をサルトスルーナへソウルスソルーネラテン語で月の長約の意と呼ぶ。209のエパクト過剰日は30日の純月6ヶ月と29日の純月1ヶ月の計7ヶ月に配分される36プラス291イコール209 太陽年19年と等しい1日持ち月が235ヶ月分というのは、太院年19年分にこの順月が加えられた数である、12ヶ月19年順月7ヶ月、イコール235ヶ月。メトン周期の19年は1から19の投資番号が付けられ、これを黄金数、ゴールデンナンバーと呼ぶ。 黄金数は、その年のメトン周期内の位置を判別するものでエパクト、や、復活祭の計算などに割れる。満月の日付の M は3月、AA は4月、エパクトのは30、または0を示す。ユリウス暦では、メトン周期、黄金数、GN とエパクトの関係は、1パクトイコールモット30、黄金数から1を引いたものに11をかけて、 それを三十で割った時の余りの数という簡単な公式で求めることができた。しかし、グレゴリオ歴へ改歴した後は、単純にエパクトイコールビと解釈することができなくなってしまった。暦を考案したアロイシウス・リリウス、アロシャス・リリアスが二つのエパクト補正ルールを組み込んだためである。まず第一は、九十七日のウルービーを四百年の間に挿入し、 実際の太陽年にできるだけ近くするための補正である。ユリウス歴では4年に一度のウルード氏を入れた太陽年は平均365.25日で、メトン周期の太陽年は365.25日19年、イコール6939.75日としていた。しかしリリウスたちは当時の数学、科学力を駆使して春分点を起点とした。 太陽年は三百六十五点二四二五日という数値に落ち着いた。二十一世紀初頭の計算では平均回記年三百六十五点二四二一九日、春分回記年ならば三百六十五点二四二四日とリリウスの計算に非常に近い値が出ている。グレゴリオ歴の定めた太陽年三百六十五点二四二五日の零点二四二五日という 波数を解消するために0.2425イコール97400つまり97日のウルービーを400年の間に導入することとなったこうしてグレゴリオ歴と太陽年の誤差は3000年に1日という精度にまで上がった単純な4年ごとのルールでは順年が400年間で100回になってしまうので西暦が4で割り切れるが100で割り切れる年は順年としない 零千九百年。ただし百と四百両方で割り切れる年は、順年、零二千年という規則にした。グレゴリオ歴のウルード氏にならない百の年には、エパクトも一を引いて補正する。これを太陽方程式、ソーラーイクエーションと呼ぶ。グレゴリオ歴の本来の目的が三月の春分頃の一日も地月を算出することなので、一、二月のエパクトに関しては、 正確さにこだわっていない。そのため、ルービは2月であるが、年始にエパクトを補正して、その年のエパクト数値は1月1日の月例に等しいとしている。もう一つの補正は、2500年間に8回エパクト数値に1を加算することによって作望月とメトン周期とのズレを調整するルールである。太陽暦であるはずのグレゴリオ暦が月の満ち欠けまで、 考慮しているのは、この小読みがカトリックによって作成されたからである。歴作成の目的には、移動祝日の復活祭の算出も含まれていた。復活祭は、イエス・キリストがユダヤ教の二三の月、春分と杉越の月に十字架にかかって亡くなり、その死からの復活を祝う行事である。第一二回アコ会議が決定したルールには、復活祭ができるだけ、 杉越祭りの後に来るように、3月21日、春分以降の最初の満月、というキーワーが含まれていた。そのためグレゴリオ歴は、月の満ち欠けを無視できなかったのである。メトン周期の235作望月を、ユリウス歴では4年に一度のウルード氏を入れた平均354.25日の、退院年が19年分と、30日の順月6。 1>, 1ヶ月と29日の純月1ヶ月で合計6939.75日と計算していた。しかし天文学の研究が進み、平均1日持続は約29.530589日であることが判明した。この値で計算し直すと、メトン周期の235作望月は約0.061585日短くなってしまった。 時間に直すと約1時間半の差であるが、約310年で差が24時間、つまり月齢、エパクトが1日ずれてしまうことになった。そこで、グレゴリオ歴の2500年間に8回、エパクト数値に1を加算することにした。これを単位方程式、ルナーイクエーションと呼ぶ。西暦1800年から始まり、300年ごとに7回、 その400年後に8回目を行って2500年の周期が終わる。次回の試行は2100年である。この影響でグレゴリオ歴のエパクト表は100年から300年ごとに更新する必要性が出てきた。上記のエパクト一覧表は1900年から2199年までのみ有効である。グレゴリオ歴にはエパクトが30通りある。エパクトは 必ずモーデューロ30、30で割った時の余りで表す。モーデューロ30イコール0は、きれいに割り切れた状態、つまり、スタート地点である新月を示す。エパクトの単位は、作望日で、インドで気泡における危機と同じである。1日も地月は30日未満であるため、エパクト単位である1作望日も実際の1日よりも、短い。次の点でもエパクトが、 暦の日と対応しないことがわかる、用語と方法については復活祭の日付の計算を参照のこと。実際に起こる1日、持ち月のうち、その半分は29日で終わる。カレンダリウム、カランダーイアム新月帳簿を見れば、エパクトが2つある日、黄金数が11以下の年なら、24と XXV の2月5日、11以上の年なら、 いくすびと25の2月4日がわかる。このような日は、エパクトの数値を1修正しても、新月、そして満月の日が1日ずれない場合もある。つまり、エパクト補正は平均して1日未満の修正である。ため、エパクトを、暦の日として測ることはできない。リリウスは、太陽太陰暦とユリウス暦を、再び同調させるために、太陽方程式を導入し、そうすることによって、 平均作望月とユリウス歴とのズレを、単位方程式でもって、長期的に修正しようとしのだろうという意見があるかもしれない。しかし、単位方程式は、ユリウス歴ではなく、グレゴリオ歴の初めに導入されたのだ。グレゴリオ歴のエパクトの完全周期は570万人で、ある。エパクトを日日として数えると、単位歴もこれほど、長い年月のレゴリオ歴やユリウス歴の中に、 周期性を乱すことはできない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。